今日でですね、減量を開始してから、11週が経過しました。で、前回の動画が8週後だったので、あれから3週間ですね、3週間が経過しました。で、今の状況なんですけれども、前回が、72キロちょっとだったんですけども、で、この3週間ですね、まあ、停滞してきたっていう話の中、今朝の体重はですね 71.3、 まあ微減ですね。はい、まあ確かにこの辺ぐらいやったらもう、まあまあ体重の落ちがね、伸び悩んでくるも仕方がないんですけれどもね。ただまあ71.4 なんですけれども、まあ、前回72の時も、まあ、結構日に日に1日1日のね、まあ、上下っていうのは結構あってですね、まあ、72の時もあれば次の日73だったりとかね、結構2と3の間うろうろしてたんですけども、ここ最近はですね、まあ、72と71の間を、うろうろするような形で、まあ、一応1キロのね壁はちょっとこの3週間で超えてきたのかなという感じです。で、今の、食事なんですけれども、これ自体まだね前回と変わらないやり方でやっています。まあ、基本、まあ、カーボはかなり取ってますね。まあ、トレーニングする部位によっても変えてはいるんですけれども、まあ、最低でも、まあ、1日200は取ってますし、200から400の間でカーボを取ってるような感じです。ただ、まあ、夜はね、もうほとんどカーボは、まあ、トレーニング直後は取りますけれども、夜飯とかはもうほとんどね、カーボは取らないようにして、います。あと、まあ、低脂質。これは、まあ、まあ、まあ、ずっとやってきてますね。脂質は、まあ、60以下ぐらいに抑えるようにしています。ただ、まあね、ちょっと年度末ね、ちょっと飲み会とかが多かったんで、だいたい週にね、2回ぐらい飲み会とかあったんですよ。まあ、その割にはね、まあ、この3週間で、まあ、マイナスいけてるだけ、まあまあ、ちょっと自分を褒めてやろうかなという感じです。はい。で、ウエストとね、ちょっと腹筋周りの肉なんですけども、まずピンチキャリパーがですね、これが、まあ、5ミリぐらい。まあ、若干前回よりもね、ちょっと腹筋が、まあ、ちょっと浮き出てきてるような感じもしますね。はい。ちょっと、まあ、肉落ちたかなと。で、次にウエストなんですけれど、ウエストが、72ですね。72。はい。これ、若干落ちたのかな。まあね。少しずつね、まあ停滞してきているものの落ちてきているのかなという感じです。なんで数字的にはね、そんなに変わってなかったりするんですけれど、ちょっとね、だいぶね、血管とかね、だいぶ出てきてまして、この辺とかでも、ちょっとね、ちょっと遠いからわからないですけど、この辺ね、だいぶね、血管プチプチって出てきたりとかしてね、あと、肩とかでもね、ちょっと今ね、もうパンプしないんで、ちょっとどっか行っちゃったんですけど、こう、わかりますかね？まあ、こう、ちょっと、動画じゃわかりにくいかもしれないですけど、だいぶこの、血管が、肩にも、浮かび出てくるような感じになってきて、わかりますかね、うっすらと。わかりにくいですね。今ね、こう直に見てるとね、鏡に映ってる方は結構血管浮き出てるんですよ、これ。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど。まあね、ちょっといろいろと体に目に見えて変化が出てきているので、
ちょっとありがたいですね。はい。ただね、まあ、当初の予定だったらね、使用重量を落とさずに、減量していくっていうので、ね、まあ、無理でしたね。うん。やっぱり増量してたね、ピークの頃に比べるとね、やっぱどの種目でも、やっぱり、パワーが出ないというか、まあ、カーブを取ってるんでね、しんどくはないんですけど、やっぱり体重ない分、重いですね。はい。まあ、ベンチにしても、ベントローにしても、何にしてもね、やっぱ使用重量はね、ちょっと落ちてきてますね。まあ昔、前回の減量ほど落ちてはないんですけど、まあやっぱり多少落ちてきてるのかな、という感じです。あと、大胸筋ですね。なんか大胸筋、脅威測ってくれとかいう人がいたので、脅威でもまたパンプ、ノーパンプなんでね、ノーパンプなので、今ノーパンプでここだったんで112ですね。とりあえずノーパンプで112というところです。はい。パンプしたらもうちょっとね、まあでもそこまで大きくならないと思うんですけど、もうちょっと大きくなるのかな。まあそんな感じです。はい。まあまだ減量した後でこれだけ残ってたら、まあまあまだ良しなのかなという感じはします。はい。で、まあここからの調整法なんですけど、まだね、2ヶ月あるんですよね、大会まで。2ヶ月あるので、まあまあ、まだ急に落とすようなことはしません。まあ、ぼちぼちね、カーブをしっかり取っていきながら、まあ、現状維持、もしくはちょっと落とすかなというぐらいのレベルで、調整していきたいと思います。カロリーもね、まあ、2500から3000ぐらいで、1日取るような形で、やっていきたいと思います。タンパク質はまあ200ぐらいかな、毎日ね200ぐらいで、でまあカーボンの量でカロリー調整していくような感じでやっていきたいと思います。まあね、カーボン取ってもね、意外にね体重増えないんですよね。まあ取るタイミングによって特にね。で昨日なんてまあちょっとハイカーボンで1日過ごしたんですよ。でカーボ1日450ぐらい取ったんですけど、体重ね朝測るとね落ちてたんですよ。まあ、ちょっとねトレーニングがハードだったっていうのもあるのかもしれないんですけども、意外に落ちたりするんでね。まあ、だからちゃんとエネルギーに使われるのであれば脂肪になることはないですし、まあね、最近巷ではね、なんかこうダイエットにカーボ悪だみたいな感じの風潮にあるんですけどね、まあ、自分はそんなにね悪いとは思わないですね。ただね、まあ消費できないのに夜バカすかカーボ取るのはダメなんですけどね。はいはい。まあね、もうとりあえずあと2ヶ月あるんで、まあまあまあ何も落としすぎちゃうとね、ちょっと2ヶ月持ちそうもないんで、はい。まあちょっとリーンバルクするつもりでまだもう1ヶ月ぐらいちょっと調整したいなと思います。はい。あと1ヶ月、4月終わって、まあ、5月連休明けぐらいに、まあ、70代に突入したらいいかなっていう感じですね。はい。で、まあ、ラスト1ヶ月でまあまあもう1キロ落とすっていうぐらいで、このままいくとね有酸素運動しなくても良さそうな感じです。はい。ではね、また次1ヶ月後ぐらいかな、ちょっとまたこういう動画作っていきたいと思います。でちょっと体の方もねもうちょっとね焼き込んでいきたいと思いますので、はい、ちょっとまた変化した体を
お見せできればなと思います。では You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, I start again. And when I feel like I'm just dead. Talking to myself, but it's like I was too weak to be so.